はい、皆さんおはようございます。先週はお休みでしたけども、今週と来週は普通に授業していきます。離散数理工学の第5回目になります。それでですね、前回までは数え上げの基礎という話をしていたんですけども、今週を含めて3回は離散代数という話になりますけども、あります。で、今までの話を、全部忘れているわけではなくて、この代数を使って数え上げをしていくって話を3回やっていきます。で、今日はですね、行列式とパーマネントという話をしていきます。皆さん聞こえてますか？よろしいですか？はい。それで、先ほども言ったんですけども、今週と来週はですね、普通にやりますけども、再来週は重複再片付けってことになってますので、お休みになります。はい。でですね、まず行列式とパーマネントっていうのは、行列に関する概念なんですけども、まずそれの理解、その定義を、復習するというか、知らないと思うので、それを理解することにします。行列式というのは皆さんご存知かもしれないんですけども、もしかしたら定義を知らないかもしれませんので、定義をちゃんと復習します。で、その時にこの置換っていうのと符号っていうのが重要な役割を果たすので、それも、復習というか、ちょっと紹介します。あんまりこの置換と符号について詳しくやってると時間がなくなってしまうので、ここはさらっと、なんていうんですかね、雰囲気だけをお伝えすることにします。でですね、2番目は、行列式を用いてパーマネントを計算する手法を使えるようになると書いてあるんですけども、これがどういう意味なのかということは、今、この時点では分からなくて大丈夫なんですけども、これが何を意味するのかということは説明していきます。で、重要なのはですね、このパーマネントの計算っていうのは、その、数え上げのところでやった完全マッチング、グラフもですね、の数え上げっていうのと関係があります。その関係も見ていきます。見ていくというか、その関係について詳しく私も調べていくんですけども、それをやっていくというのが今日の話の流れになります。それでまず、置換とこの符号の話なんですけども、置換っていうのは前端者のことです。今、X という有限集合。有限集合しか扱わないことにしますけども、有限集合があったときに、その上の置換というのは前端者のことです。前端者っていうのは1対1対応ですね。1対1対応と言ってもいいです。1対1対応ですね。1対1対応ってのはどういうことかっていうと、上2個1から9っていう集合があるとしてください。だからこれは今、X、ラージ X っていうのが1から9までっていう9個要素を持つ集合の場合ですけども、その1から9っていう要素を1から9という要素に移してるっていうのが、写像で、1対1対応、前端者って言ってるのは、どの2つの要素も同じものに移らないし、すべての要素に対して、その移す元の要素が必ず存在しているということですね。前者であり、かつ単者であるということです。今の説明の順番だと、単者であり、前者であるといった方がいいですね。はい。というのが前端者です。それで、記法がありまして、なんていうんですかね、SX ですね。SX と書いたら X 上の置換全体の集合を表します。で、SN と書いたら、その X が1から N までの自然数を集めた集合である場合のことを指すと思ってください。これ S ですね。ここ下に書いてありますね。これフラクトゥール体っていう書体があるんですね。その S です。これを使うことが多いですけども、板書でどう書くのかわかんないですけど、S と書いたり、もう構わずに普通の S と書いてしまうこともあるかもしれませんけども、こういうことですね。これ S です。
で、この、まあ、SX っていう、これ集合なわけですけども、これ SX ってのは、ね、集合ですね。これは、痴漢を全部集めていますから、その、痴漢の個数を考えると、この SX の要素数っていうのを L の階乗、ちゃんと始めてありますね。X の要素数が N の時には、SX の要素数が N の階乗になります。よろしいでしょうか。まあ、ここまでは紹介しただけですね。この記号は使っていくのかな、ことで。はい。それで、痴漢はですね、どうやって図示するかっていうと、まあ、今やったように写像として、まあ、これ今12枚ありますけども、1から12っていう集合から1から12っていう集合にまあ移してるんだっていうイメージで書くこともありますし、この右のようにですね、経路の集まりとして書くという、こういう図示の仕方もあります。あ、この経路との集まりとして図示するってのは今日使わないですけども、後々の講義で使うかもしれないので、ちょっと導入してます。で、これどういうふうに、あ、まず言わなきゃいけないのは、この2つの図示ですね、写像としての図示と、この経路の集まりとしての図示っていう、今2つの図示の方向を表してますけども、この2つの図示によって同じ痴漢を表しています。どういうことかというと、左の方の見方では、例えば1という、要素は、この矢印に従って5に移されるというふうにこれ見るわけですけども、これ右の方の見方では、1が5に移されているという、この矢印がそれを表していると思ってください。1が5に移されると。で、じゃあ5は何に移されるかっていうと、この経路の集まりの方で見ると、5は4に移されるっていうふうになってるわけですね。で、それを左で見てみると、5は確かに4に移されていると。こういうことですね。そういうふうになってます。で、今ですね、この時間っていうのは、全端写ですから、必ずどの要素からも1本だけ矢印が出てますし、どの要素を見ても、そこには1本だけ矢印が入ってきてます。いいですか？で、そうすると、この右の方の書き方で書くとどうなってるかっていうと、どの要素を見ても1本だけ矢印が出ていて、どの要素を見ても1本だけ矢印が入ってきてるという形になってるわけです。で、そうすると、その矢印をたどっていくとですね、まあ、5から4に行って、4から9に行って、9から3に行って、3から1に行って、っていうふうに続けていくと、そのうち自分自身に戻ってくることになります。この矢印をたどっていくと。で、そうすると、まあ、ここにあるような経路ができるということになります。で、経路によって、この12個の要素が全てたどられるわけではなくて、今の場合は5からスタートしたら、4、9、3、1、5と戻ってきたので、5つの要素しかたどっていないわけです。で、それらをですね、全ての要素に対して、このたどるってことをやってみると、まあ、この場合は、この長さ5の経路、長さ2の経路、長さ1の経路、長さ4の経路、っていうふうに、まあ、この12個の要素が、経路に分かれるということになります。で、まあ、このようにその経路に分かれているものがあったら、そこからこの左のような写像としての図示もできますし、写像としての図示があれば、そこから経路の集まりとしての図示もできるようになるということになります。だから、この2つの図示の仕方は、同じ時間を表しているということになります。ここまでいいですか？今日はですね、この主にこの左側の図示の方法を使ってきますけども、まあ、こういう対応があるということはちょっと分かってください。で、下にですね、それをまあ普通数学ではどう書くのかということを書いてるんですけども、まあこれ今日使わないんで、また使うときになったら説明します。はい。でですね、この図示は何に使うかというと、痴漢に対して符号というものを定義するときに、ために今日は使います。で、どういうことかっていうと、今、この痴漢をですね、写像として図示、あるいは経路の集まりとして図示してるんですけども、この図示された図を見て、この痴漢の符号といったら、左のこの写像としての図示を見る場合は、この図の中のこの線の交点の数の数が偶数であるか奇数であるかってことを表します。そうか。これちゃんと言わないといけなかった。偶奇と言ってますけど、あ、じゃあ、その前に。で、経路の集まりとして見た場合ですね。この場合には、符号っていうのは、偶数調の経路の総数の偶奇です。今ですね、この左の表し方だと、その経路が4つあって、その長さっていうのは一番左のものは5。で、これ2。で、これ1ですね。下は1。で、ここ4と。こんな感じになってるわけです。今、各経路に対してその長さっていうのは、たどっている要素の数だと思ってくださいね。で、
辿っている要素の数が今、5124、5214になっているんですけども、その中で偶数のもの、今、2と4があります。ただ、偶数のものが偶数個あります。偶数のものが偶数個あります。だから、この偶記は偶です。で、偶記と言ったんだけども、これ偶数と奇数であることに対して値をつける必要があって、すいません。だからこれ偶記と言ってるんだけども、ちょっとこれは不正確で、偶記なんですけど、これは何かっていうと、本来はこれプラス1かマイナス1っていう値を表します。で、この偶記が、これ間違いそうになるんですけども、これ偶数の時は、プラス1で、奇数の時がマイナス1。であるとします。つまり、この場合ですね、この定量の集まりとして表されている値観の符号は、この偶記が偶数だから、プラス1になります。プラス1になります。だから、この値観の符号はプラス1です。ですか。で、これは、平路の集まりとして図示した場合の見方なんですけども、これ、写像として図示した場合の見方は何になるかというと、この図における、交点の数の偶記になります。で、交点の数っていうのは、例えば、まあ、この場合、この線が、交わっている点があるわけですね。1個、2個、3個、4個とか、これ、たくさんあるわけです。で、それが偶数か奇数かってことで、この偶記を考えます。でですね、この図の書き方はちょっとよろしくなくて、なんでかっていうと、この3、4号のあたりですね。これですね、3つの線が1点で交わっているように見えているところがあります。で、そうすると、こういうところがですね、どのように数えればいいのかってことが、ちょっと不明になります。で、本来ですね、図を書くときには、こういうふうに、3つの直線、3つの線が1点で交わることは許さないことにします。今ちょっとこれは図の書き方でこうなっちゃってますけども、本来は許さないと思ってください。だからこういうふうになってしまっている場合には図をずらします。まあ、こんな感じで。図をずらして、先ほど1点だったかなと思っていたところは、なんかこう、本当はこう3つなんだというふうに思ってもらうということになります。で、まあ、そういうふうに、あ、しまった。消したかった。あれ消えない。で、そういうふうに、思った上で、交点の数を数えると、この場合は、今赤くつけましたけど、これ何でしょうね。これも数しかないですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、4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 7、38、39、40、41、42、
5、6、10、7、8、10、20。これ20個ですね。交点の数、これ20個。ですから、偶記は、これ偶、これ偶数になりますから、先ほどのプラス1かマイナス1かって言ったり言うと、これプラス1になります。で、実際ですね、この交点の数の偶記と、この右の図示の仕方で書いた偶数長平の総数の偶記っていうのが一致ということが分かります。分かるっていうのは、これ知られてるということにしましょうかね。分かるっていうのは証明できるんですけども、分かります。ので、まあこれを、まあ、から左のように定義しても、右のように定義しても、実は同じものが得られるということが分かります。ので、まあ、これをもって、置換の符号と呼ぶことにします。それで、これ一番下の記号ですね。置換の符号のことを、サインと書きます。これ、サインって読むようにしましょうね。サイン。なんか、サインって言うと、サインですね。あ、これ、正説ですけど、正説じゃないな、正弦ですけども。まあ、正弦のことを思うかもしれませんけども、まあ、同じ発音で符号も表すということですね。はい。符号は分かりますか？いいですか？で、なんか分かったら、なんか、サムアップか、何かするってことでしょうかね。いいですか？なんか分かんなかったら、なんか、涙マークとか、出してください。いいですか？特に問題ないかな。はい。じゃあ、進みますね。で、符号には、重要な性質があって、まあ、これ、順道形成というかもしれませんけども、まあ、そんな、難しいことはどうでもよくって、何かというと、置換っていうのは、写像ですから、合成でできます。合成ができます。だから、その置換の合成を今、この、ラムダじゃないや、シグマ1、シグマ2と書くことにしましょう。だから今、この、まあ、これ、下の図は、そういうイメージですね。だからこれは、シグマ1、シグマ2と書くと、先にシグマ2を適用してから次にシグマ1適用するんで、これ上がシグマ2で、
下がシグマですね。なんかこんな感じですね。で、これ合成したのが、まあ、この図のイメージですね。このシグマ S とシグマ S とシグマ N を合成したら、なんか右側ができるとか、こんな感じ、こういうイメージですね。そうしたら、これが成り立ちますと。何かというと、その合成したもの、ですね、痴漢の合成も必ず痴漢になります。ので、まあ、それを証明しなくちゃいけないんですけどね、本来は。まあ、皆さん、それは証明できるとして、痴漢の合成、シグマ1丸シグマ2の符号は、シグマ1の符号にシグマ2の符号をかけたものになります。かけるっていうのは、先ほど言った通り、この符号っていうのはプラス1かマイナス1っていう整数だと思ってください。だから整数だと思えば、この掛け算ができるというわけですね。よろしいですか？で、その時に、この掛け算した値っていうのは、合成の符号と等しいですよ、というわけです。で、下に書いてあるのは、これ実例で、これもう数えられないんですけども、まあ、でも数えるんですね、やっぱりね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 これ、さっきのと同じですね。これ20ですね。これ、高点数これ20です。で、下の方はどうかっていうと、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23。23ですね。ってことは、全体で、左側のところには高点が43個あります。43個。あ、これ奇数ですね。じゃあですね、この合成を表した右の図では、高点いくつあるかというと、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23。これ23ですね。まだ偶然なのか23です。で、これは、左43は奇数ですし、右も43は奇数。やってますね。で、この、あ、だから何を言ってるの？これ何を言ってる？これは今、イラーと違いますね。だから、これ今、これは奇数だってことは今言いたかっただけで、本来何を言うべきかっていうと、この20は偶数で、23は奇数なんで、偶数かける奇数は奇数ですよ、イラーですね。これを言いたかったんですね。うん。で、この奇数であるという性質は、この掛け算で保たれるということです。はい。これは今例を示したわけですね。例において、この上の等式が成り立っているということを確認したというだけです。いいですか？で、なんでこれ正しいのかってことの証明のイメージをお伝えするんですけども、まあこれ証明しないんですけども、まあこれ今正しいってことは認めるという立場で、なんで正しそうなのかってことのイメージを今からお伝えします。で、それはですね、この左の図から右の図をどう作ってるのかってことをちょっと考えるわけですね。例えば、今、右の図です。この合成した後の方を見ると、ですね、例えば、どうしようかな。1という要素は、6という要素に移されています。で、これはどういうことかっていうと、この左の方で見ると、1という要素は、シグマ2によって一旦、5に移されるんだけども、そのシグマ1によって5から6に移されるということですね。だから5を経由して1から6に移ってるっていうのが、まあ、左のこの合成のイメージ図では行っているわけです。じゃあそれをですね、短絡して、これは1からこう一足飛びでこういうその一つの矢印として6まで行ってるんだというふうに思いましょう。だから先ほどそのですね、なんかずらした図がありましたけども、そのようになんかこの曲線でこの矢印を書いてるっていうふうに思うわけです。思いましょう。そうすると、例えば今、11からどこに行くかっていうのを、この矢印をこう、一つのこう曲線だと思って辿っていくと、その曲線に沿って12に行ってるということがわかるわけですね。左側の図では。で、右側の図では、それをまっすぐに、まあ、っすぐにする必要ありませんけど、まあ、ちょっと伸ばして書いてるわけです。じゃあその今、もともと曲がっていったものをこの伸ばしてしまうというようなことをしても、実はこの偶数奇数っていう性質はこれ変わらないんだってことを、言ってあげます。で、それは何でかっていうと、こんな感じですね。今ですね、二つの矢印がこういうふうにこう、交わってる。二回交わってるのを解いてあげる。今度、まあ、だんだんまっすぐになっていくわけです。で、まっすぐになっていくときには、これ何が起きてるかっていうと、もともと二回交差をしていたところの交差が全くなくなるわけです。ただ、交差の数が、もともと2個あったところが0になるわけです。
つまり、このソースを入れることによって、交差の数は2減ります。2減るっていうのは、偶数であるか奇数であるかっていう性質が変わらないことを意味しています。ですか？何を言ってるかというと、このソースを入れることによって、交点の数が偶数であるか奇数であるかっていう性質が変わりません。ですか？で、他にも、この、まあ、動かすような、方法はありまして、例えば、この今、下に書いてますけども、何かっていうと、このなんか3つのこの線が、関わってるんですけども、その3つの線の、この、作ってこの三角形部分がですね、右にあるところが、左にあるところに移ってるって、まあ、こういう動き方ですね。まあ、こういう動き方を、まあ、させることもできると思うんですけども、その時にも、これ、交点数見てみると、これ左側っていうのはこれ3個あるんだけども、右側もこれ3個なわけです。つまり、もともと3個あった交点の数が、この移動によって、変わりません。だから、全体としても交点数変わりませんから、偶数と奇数であるという性質も変わらないというわけです。で、この2つの動かし方を繰り返していくことによって、この右側にあった、この、曲線の集まりというのが、まあ、右側のように書き換えられるというふうに見てあげるわけです。でそうすると、この2つの変換によって、偶数であるか奇数であるかっていう性質、交点の数が偶数であるか奇数であるかという性質変わりませんから、この上の性質が成り立つってことに、まあ、なるというイメージです。これ次に交点の数だったかな？こんな感じですね。そうですね。という、まあ、イメージで、まあ、この、等式に立つかなというふうに思ってもらえばいいです。まあ、これ、イメージの話なので、まあ、完全に理解するというものではないので、まあ、こういうものだと思ってください。ここまでよろしいでしょうか。まあ、イメージ図の、これ、全然証明してませんけどね。まあ、こういうイメージを持ってもらって、で、この性質は今から使っていきます。はい。でですね、もう少しやりますね。行列式、じゃパーマネントの話を、まず、まあ、定義をして、それが何なのかってことをご紹介していきます。で、これが今日のメインテーマです。あ、メインテーマじゃない。行列式とパーマネントの話をするというのが今日のメインテーマです。で、まず、ま、定義を見せてしまいますけども、これ、上がの前に、まず考えるのは、N 次正方行列です。正方行列って言ってるんで、まあ、行列を四角で書くなって言われるかもしれないけども、ちょっとま、四角で書いてますね。まあ、A っていうのは行列で、行の数が N で、列の数が N ですね。で、まあ一応その成分としては、複素数を許しとしてください。今日は複素数出ませんけど、複素数使うかもしれないんでね、後々複素数というふうにしておきます。それで、この下に書いてあるのが、この行列 A の行列式の定義です。この定義を見たことを、あるという人は、じゃあ、サムアップをしてないという人は、涙を流してみますか？ちょっと、ジェスチャーで教えてください。この行列式の定義を見たことがあるという人、ないという人。皆さんあります？いいかな？いる人の数に比べて反応はしてないんですけども、いいですか？見たことない人、見たことないと言った方がいいと思います。この定義使っていくので、これ見たことがあったら、これもサクサク進んでいって、この後の話全然わかんないことになりますけど、いいですか？じゃあいいとして、これどういうものかというと、これ和ですね。和です。で、何に関する和かというと、これ SN じゃない。ですね。だから、N の上の置換を全部持ってきますということを、で、その置換をシグマとします。で、そのシグマに対して、シグマの符号、先ほど定義したものですね。シグマの符号と、この積、これ積ですね。を取ったものを、それを全部足すというのが行列式です。で、これ後で例を出します。でですね、これに対して、この行列 A のパーマネントと呼ばれるものは、これパーマネントなんで、これパーマネントっていう英語ですね。そうか。で、パーマネントっていうのは何かというと、行列式に比べて、この符号がないもののことをパーマネントと言います。
だから、その和を取るんですけども、その和は、この席だけということです。あ、ちなみに、行列式、これデターミナントなんで、ゲットと書いてますね。はい。で、まあ、これは定義で、まあ、この定義に基づいて、今からいろいろと考えていくんですけども、まあ、これが何なのかってことをまず例を言いますね。パーマネントからまず見ましょう。パーマネント、今、これ定義ですね。先ほどのちょっと空いてる空白は詰めましたけども、これ何かというと、まあ、今、A が1、2、3、4、5、6、7、8、9って、3×3 行列あるときの場合の、ある場合の例を書いてますけども、これそのまんま、定義通り書くと、パーマネントこうなります。何かというと、このシグマですね。シグマは、なんだっけ。シグマは、痴漢です。痴漢ですから、で、その痴漢によって移った先が、このシグマでここに出てくるわけです。ですか。だから、初めの、この、素英字、AI の I は I ですね。だからこれは、1から N まで動きますから、今のこの例である A の場合には N3 ですから、この初めの数字はどれを見ても、どの項を見ても1、2、3になっています。1、2、3、1、2、3、1、2、3です。1、2、3、1、2、3。こうなっています。で、重要なのはそのもう一つの数字がこの痴漢に沿って動いているわけです。で、それが、ここでは、そうですね、このシグマ i の部分ですね。シグマ i の部分。で、例えば、初めの項は、1、2、3になっているので、これは、なんだっけ。痴漢とか出てこない。痴漢としては、1が1、2が2、3が3にして、こういう痴漢を表しているわけですね。で、2番目の場合は、これ1、3、2になっているんで、これは、1が1、2が3、3が2について、まあ、こういう痴漢に対応していると、こういう感じになります。ですか。で、3番目の項、これ2、1、3なので、これは、1が2に移って、2が1に移って、3が3に移ってっていう、こういう痴漢に対応しているという感じになります。以下、同じ感じで。で、全体として6個の項が現れていると。6個項が現れているっていうのは、3の階乗が6だからですね。ですね。で、これ、まあ、実際計算してるのか450になる。これ計算できます。まあ、この計算があって、まあ、私、これ、手で計算してるんで、間違ってるかもしれませんけども、これ450になります。で、これはパーマネントです。ですか。で、パーマネントは、この和のところに符号がないわけですね。で、これ、ここに符号をつけると、それが、行列式になります。で、行列式の場合は、その符号をつけるんで、この今作った、この、痴漢の符号を見るわけです。例えば、今、213っていう、痴漢は1個、交点持ってますから、これはその符号が、マイナス1なわけです。符号がマイナス1になります。ですね。一番左の痴漢は、これ交わってない。だから、交点数0ですから、符号、交点の数は偶数で、符号は0、あ、0じゃない。プラス1になります。いいですか？で、それを、この前にですね、この符号をかけたのが、行列式になります。だから、こんな感じですね。今これ今、行列式書いてますけども、これパーじゃなくて、これが行列式ですね。すいません。これ間違ってますね。行列式。ですけども、行列式の場合には、今言ったこの符号が、ここに出てきます。出てきます。まあ、これ書いてないけども、一番初めのところには、まあ、プラスが隠れていると、プラス1が隠れていると、まあ、書けてね。プラス1が隠れていると、まあ、思ってもらってもいいです。ということですね。で、これ計算するとこれ0になります。お、なんと0になる。すごいですね。本当かな？なんかだんだん不安になってきたな。なんで0になるんだろう。なんか、ちょっと不安になってきましたね。なんでゼロになるんだろうな。まあいいや。なんかゼロにならない気がするんですけども、ちょっと皆さんもじゃあ、自分で確認してみてください。すいません。なんでゼロになるんだろう。後で確認しますっていうのは、授業終わった後でまた確認して、もし間違ってたら直しますね。すいません。こう、手で計算するとね、間違えるんで、皆さん手で計算することはお勧めしませんので、後で言いますけども、ソフトウェアとか使ってください。
まあ、こんな計算で全然いきませんけども、こんな計算間違えるのは、手計算して間違えるのは良くないので、プログラムとかソフトウェアとか使ってください。電卓とか使ってください。はい。それで、パーマネントっていうのは、どこで出てくる可能性があるかっていうと、まあ、ただ単にその符号をなくしたので、まあ、定義はわかりやすいんですけども、実は、2部グラフの完全マッチングと、良い対応があります。良い対応というか、関係があります。で、どういう関係かと。今ですね、ここにグラフがあります。これ2部グラフです。2部グラフっていうのは何かっていうと、今ですね、この頂点に1とか1プライムとかですね、2とか2プライム、これ番号つけてますけども、プライム付きの番号とプライムなしの番号を見ると、プライムないのに今丸つけますけども、プライムない、今、頂点に3つ丸つけましたけども、このプライムがない頂点ですね、今色つけたものと、プライムがついてる頂点、色つけなかったものですね、の間にしか辺がないようなグラフのことを2グラフっていうふうに言います。まあ、別に言わせると、そのように、頂点に名前が付けられるグラフのことを2部グラフというふうに言います。ですか？2部グラフですね。で、2部グラフがあったらですね、今、この左のような、その行列を2部グラフが作ります。作ります。で、これどう作ってるかというと、今、これは何かというとですね、どの成分も0か1。であるように作ってます。で、どう作ってるかというと、例えばですね、1プライム成分っていうのを見てみると、これ今1になってます。1になってます。で、これは、このグラフにおいて、1と1プライムの間に辺が存在するということを表します。ですか？で、例えば、1、3プライムっていう成分、これ今0になってますけども、これは1と3プライムの間には辺がないってことを表していると思ってください。で、そのようにすると、このような、今、ここでは、1、2、3っていう頂点と、1プライム、2プライム、3プライムっていう頂点があるので、3×3 行列が作られます。まあ、このような行列のことを一番下に書いてありますけども、二部隣接行列と呼ぶことがあります。まあ、この言葉、授業の中では使わないですけども、演習問題で使っちゃったので、まあ、一応紹介しておきます。これ二部隣接行列と呼ぶことがあります。それで、このページ終わったら休憩しますね。で、これが、何を言ってるかというとですね、何が重要かというと、この行列のパーマネントは、このグラフの完全マッチングの総数に等しいことになります。完全マッチングって何だったかっていうと、すべての頂点に接続するように、すべての頂点にちょうど一つだけ辺が接続するように辺を選ぶ方法のことです。まあ、辺部分集合と呼んでもいいですね。で、今ですね、この1、2、3、1プライム、2プライム、3プライムありますけども、これは上のグラフの書き方を変えたものです。ちょうどこの2と2プライムの部分を入れ替えた。上下を入れ替えたんですね。上下を入れ替えたように書いたのが、この左に書いてあるこの図です。で、この図において、右には何を書いてるかっていうと、これは、今からですね、この1、2、3から1プライム、2プライム、3プライムへの前端者を先ほどの図のように書いてみたものが右にあります。つまり、1から1プライムに移る、2から2プライムに移る、3から3プライムに移る、まあ、こんな感じですね。として書いてみました。で、そういうふうに書いた矢印の矢印をなくして、ただの線にして、色がついてます。青か赤か。青か赤かついてます。で、青は何かというと、これは元のグラフに沿った形で矢印が引かれた場合、青にしてます。で、そうでないところ、例えばこの1から3プライム、先ほど今これ辺がないと言ったんですけども、そのような矢印に対応するところを赤にしてます。いいですか？そうすると何がわかるかっていうと、今ですね、1、1プライム、2、2プライム、3、3プライムっていう、こういう、前端者が、置換があったときには、この置換から、そのパーマネントにおいては、A1、1プライム、A2、2プライム、A3、3プライムという、項が、このパーマネントには現れてくるわけです。この置換に従って。で、この A11 プライムって何だったかっていうと、A11 プライムって何だったかっていうと、この行列見てみると、これ今1ですけども、1っていうのは元のグラフにおいてそこに辺があったってことを意味してるわけです。
今、この辺があったってことを、この青い色で表してます。ですか。今ですね、考えているこの期間ですね。この3つの、線はどれも青なので、つまり、ここに書いてあるこの左側のこの項というのは、これは1になります。1×1×1 でも1になります。ですか。一方でですね、この右下の置換から現れる、パーマネントの項っていうのは、これは A13 プライム、A22 プライム、A31 プライム、こうなります。という項が出てきますね。今日終わるかな？なかなか不安になってきたな。というのが出てきます。で、そうすると、今、この1と3の間には辺がありませんから、この A13 プライム、これ0なんですね。0になるわけです。つまり、この赤い線があると、この掛け算は必ず0になります。いいですか？で、そうすると、今、この6個の置換の中で、その全ての辺が青くなっているような選び方はどこにあるかっていうと、上3つだけですね。ですね。で、それは何に対応しているかというと、この考えているグラフ、G における完全マッチングに対応しているわけです。で、それが、この、3という数字に現れてくると思います。つまり、まあ、今これ例でしかやってませんけども、これどんな二分グラフでも成り立っていて、二分グラフで、この、プライム付きの頂点の数と、プライム、ついてない頂点の数と、プライムついてる頂点の数が等しい場合ですね。等しい場合には、この AG っていうのが正方行列になって、そのパーマネントが、グラフの完全マッチの総数に等しくなるということが、まあ、この例のように考えると言えます。つまりですね、パーマネント計算することによって、この完全マッチの数え上げができるということが言えるんですね。だからまあそのためにこのパーマネント考えたいっていうのが、今からやっていく話の流れになります。ここまでいいでしょうか？いいですか？だから今からやっていくのは、このパーマネントを計算することによって、2分グラフの完全マッチングを数えたい。ってことをやっていきます。じゃあちょっとですね、じゃあ休憩しましょう。いつもより休憩に入るタイミングが遅い気がしますけども、まあ、しょうがないですね。じゃあ2分休憩して続きやっていきます。はい。じゃあ、休憩終わりにします。今、コメントで、先ほどの行列の行列式は0だと分かるって話があったので、ちょっと確認すると、2行目、3行目から1行目を引く。いいのかな？ちょっともう一度、手元のコメントも見てみると、2行目、3、2、3行目から1行目です。
2行目から1行目引くと、3、あ、しまった。色が違う。3、3、3。で、3行目から1行目引くと、あ、本当だ。6、6、6ですね。そうですね。1、2、3ですね。こうなりますね。で、そうすると、3行目が2行目の2倍になってますから、1独立じゃなくて、自分のところですね。ありがとうございます。なんかこういうことをなんかこの例で作ってるときにちゃんと思ってたはずなんですけども、いざ授業のときに思い出せなかったです。すいません。ありがとうございます。はい。だからゼロで合ってるんですね。で、パーマネント計算したいですけども、実はですね、パーマネントの計算って難しいんですよ。何をもって難しいっていうのかっていうのは、この計算理論的に難しいです。例えば、パーマネントは多項式時間に計算できる P イコール NP になる。まあ、P とか NP とか何なのかってことになりますけども、まあ、それ、計算理論の授業を取ってください。まあ、今更取ってくださいって言われても欲しいかもしれませんけども、まあ、だからですね、パーマネント多項式時間に計算するようなアルゴリズムを作るとですね、100万ドルもらえるという感じですね。一方ですね、行列式の計算簡単なんですよ。皆さんこれはですね、大学1年生で大体やるんですけども、まあ、ガウスの消去法とかですね。皆さん、ガウスの消去法っていうのはですね、アルゴリズムなんですね。で、私はね、いつもこんな無駄話してると、今日終わんないかもしれないけど、ガウスの消去法なんて難しいアルゴリズムをですね、1年生の段階でやるなって私はね、教えるなと思ってるんですよ。だって、皆さん、例えばアルゴリズムの授業とか、そのプログラミングの授業でやるアルゴリズムって、ガウスの消去法とか、プログラミングとかですね、アルゴリズムの授業の初めの方でやる、アルゴリズムって、このガウスの消去法に比べれば圧倒的に簡単なんですね。で、そういうのをやるのが、1年生の後半とか、2年生とか、そういうレベルなんですよ。情報系っていうのは。一方でですね、ガウスの消去法って、こんな難しいものをですね、1年の前半でやるっていうのは、なんかもうね、正気の沙汰だとは思えないんですけども、まあ、やってるんで仕方がないんですよね。もういち早くやめればいいと思ってるんですけど、あ、こういうこと言うとやばいかな。まあいいや。言っちゃった。そうです。まあ、これいつも思ってるんです。尽くすこともないですね。そういうふうに思ってるんですけども、難しいんですよ、ガウスの消去法って。で、ポイントは何かっていうと、ガウスの消去法はアルゴリズムであり、しかも、これそんなに地名じゃないんですけども、多項式時間アルゴリズムになります。ので、簡単なんですよ、行列式の計算って。まあ、理論上も簡単ですし、実用上もいろんなソフトウェアがあって、簡単に計算できる。ですね。で、先ほど言った通り、パーマネントは完全マッチングの数え上げに対応しているので、すごく計算したいんですけど、難しいんですよね。だから、今から何したいかっていうと、行列式を計算することでパーマネントを計算ができないかっていうことは、何言ってるか分かんないことを今からやります。で、それができればパーマネントの計算が簡単になるかもしれない。何を言ってるんでしょうかっていうことをまず説明しますね。例えば、今ですね、1111っていう行列を考えます。これもちろん、これで、このパーマネントとデターミナントを計算すると、パーマネントは2になります。で、デターミナント0ですね。になります。で、一方で、この、1111っていう行列の右上だけを変更して、マイナス1にしたこの行列、これ B としましょう。これを考えます。そうすると、これの行列式は、これ計算すると2になります。つまり、何言ってるかっていうと、今ですね、まあ、この A っていう行列があるんだけど、このパーマネントを計算するために、よくわかんないけども、なんかこの B っていう行列を作ってあげると、B という行列の行列式が A という行列のパーマネントと等しくなります。で、こういうことをやりたいわけです。今、A という行列のパーマネントを計算したいんだけども、それをするために別の行列を作ります。で、そうすると今はこの場合うまくいって、その別の行列の行列式と元の行列のパーマネントが等しくなるということになります。で、そうすると元の行列のパーマネント計算したかったんだけども、そのためには、この新しく作った行列の行列式計算してあげればよいということになります。パーマネントの計算難しかったから、その代わりにこの行列式 B っていうのを計算することで、パーマネントを計算することの代わりになります。で、行列式の計算簡単だから嬉しいというわけですね。で、これは、うまくいく例なんです。うまくいく例っていうのは、まあ、なんでこのような B ができるのかっていうと、まあ、このデターミナント A をですね、じーっと見てあげると、
そうなるなってことはわかるんだけども、この場合はですね、もっと一般的なことをやりたいっていうのは今日の目標です。で、それに向かって2つの疑問に対してまず回答しましょう。どんな正方形、まず1番目。どんな正方行列 A に対しても、ある別の正方行列 B が存在して、A のパーマネントと B の行列式を等しくするようにできますか？これができれば、この B という行列の行列式を計算することによって、A のパーマネント計算できます。嬉しいですね。で、そういうものがあるとしたら、じゃあどのように作ればいいのか、ということになります。で、まずですね、1番目の疑問に対お答えします。これはですね、ちょっと、ここは、証明書にハイライトですけども、何かっていうと、回答、なる。どんな正方行列 A に対しても、うまい B っていうのを取ってくると、B の行列式、必ず A のパーマネントに等しくなります。これはですね、すごいんですけども、これまあ、ただしがあります。B は巨大な行列となるかもしれない。先ほどはですね、一つの成分1をマイナス1に変えるだけでできたんですけども、それがいつも可能とは限りません。今これ下の例ですけども、これ 3×3 行列ですね。A11 から A33 まであるっていう行列のパーマネントは、右にある、これは 7×7 行列ですね。の行列式に等しいと、これ実際ですね、これ計算するとわかります。これはですね、これは楽しいんですよ。楽しいというか、このまあ、これ 7×7 行列。これ皆さんいろんな方法でこれ計算してみていただきたいんですけども、行列式。これ等しくなります。これはなかなか感動しまして、まあ、実際やってみていただくといいんですけども、今これ 3×3 行列持ってきてますが、これ何かける何行列であっても、うまく右側作ってあげると、こうなります。でですね、これ重要な、これ未解決問題にしましょうね。この B をどれぐらい大きくしなくちゃいけないのかってことはよくわかってません。今ですね、上の例は 3×3 行列に対して7×7 行列っていうのを作ってるんですね。だから元々の 3×3 が 7×7 に大きくなる。ですけども、これ一般的な、この B という行列を作る、方法は知られていて、それによると、左側が n×n 行列だったら、その方で、方法、このグレメによる方法によると、右側の行列の、サイズっていうのは、大きさは2の n 乗マイナス 1×2 の n 乗マイナス1になることが知られています。だまあこれ、n が3の場合には、2の n 乗引く1っていうのは7ですね。で、2の n 乗引く1っていうこの大きさをどれぐらい小さくできるかってことはこれ知られてません。今一番いいのが2の n 乗引く1です。で、もっと小さくできるとそれは嬉しい。それはそのパーマネント計算するのに小さな行列の行列式で済むことになるからですね。だけども、どれぐらい小さくできるかってことはよくわかってないです。これ非常に大きな未解決問題です。計算理論における非常に重要な未解決問題です。で、まあ、これ構成法も知られてます。どのように構成すればいいのかってことも知られてます。これは構成法自体も割と面白いです。だから、回答になる。だけども、巨大な行列になってしまったら、それ巨大な行列はの、行列式を計算するのはやっぱり大変なんですよね。実際。だから、あんまり巨大にならないような方法があるんだったら、それはそれで嬉しいです。で、今からやるのはちょっと特殊な場合です。特殊な場合かって何かっていうと、先ほどやったみたいに、元々の行列があったら、その行列の一部を入れ替えて、その符号を変えます。さっきの場合だと、このマイナスをつけます。で、マイナスをつけることによって、元の行列のパーマネントと作り変えた行列のディターミナント、行列式が同じになるようにできますかってことを考えます。これはですね、できる場合とできない場合があるんですけども、今から考えるのは何かっていうと、これはできる場合の話をしていきます。で、できる場合の話っていうのは、実はその完全マッチングの数え上げにおける重要な場合である、格子の完全マッチングの数え上げになります。で、その場合には、こういうことがうまくできるんだって話を今からしていきます。今からやるのは、行列だったら、この行列の各成分に、もう一部を取り出して、マイナスをつけることによって、パーマネントとデターミナントをどのように等しくできますかって話をしていきます。ここまでよろしいですか？これが今日の目標になります。早いというですね、いうことはちょっと自覚しているんですけども、なんか今日終わんないような雰囲気を感じたので、ちょっと喋るのが早いので、わかんなかったら質問してください。
いいですか？まだ目標しか言ってないので、本質的なところには何も入ってないかもしれませんけども、で今からこのですね、方法、どのようにやるのかってことを、その完全マッチングの数字上げを例でやっていきます。だから一般論じゃなくて、その完全マッチングの数字上げの話でやっていきます。例えばですね、今こういう行列あるとします。この右上の成分と左下の成分が0であって、で、その各成分に、まあ、その符号をつけるんですね。そのプラスかマイナス。プラスの場合はその成分を選ばれなかったと思って、マイナスつける場合はその成分を選んで、マイナスつけたと思います。で、それでうまくそのプラスマイナスを選ぶことによって、A のパーマネントと B の行列式が等しくなるようにしたいと。で、これはですね、G と B で考えると、実際、例えば、ここですね。A11 にはマイナス、A33 にはマイナスをつけて、他にプラスをつけてあげると、まあ、この B の行列式、まあ、これぐらいは手で計算できるかと思うんですけども、思うっていうのはですね、別にする必要ないんです。これしてあげると、ちゃんとこの B の行列式はパーマネントの等しいということになります。ちょっとこれはなんか見て、本当にそうかなっていう感じを、持ってもらうといいんですけども、いいですか？いいですかね。で、この等しくなるのは何でかっていうと、そもそもこのパーマネントの、定義に従って、このパーマネントを計算すると、この3つ項があるんですけども、その3つの項の、この係数ですね。係数というか、この符号。これ全部プラスなわけですよ。全部プラスですね。で、行列式の場合には、ここにその値観の符号が入ってきて、ここはマイナスになる場合があるわけですね。で、そのマイナスになることを、この A11 とか A33 に先にマイナスをつけることによって、プラスに変えてるわけです。この行列式を計算するとは。つまり何をしてるかっていうと、この行列式を計算するときに、一部の成分にマイナスをつけることによって、全部の項の前についている符号をプラスにしてあげるってことをしています。実際にやりたいのは何かっていうと、今このパーマネント A とデターミナント B を等しくするために、デターミナントに出てくる項の全ての、符号を等しくするってことをやりたいっていうのが目標になります。それを書いてるかな。で、それを今からその公式の完全マッチングの話でやっていきます。これが残りの30分ぐらいの話になるんですけど、今日もう一回、休憩できるかな？ちょっと不安になってきましたけども、やってきますね。先ほどの例ですね。これ。この例ですね。この例の場合は実際、これ先ほどの行列は A11、A22 とか書いてありましたけども、その A11 とか A12 が全部1の場合が、この AG ってこの行列になっているわけです。で、先ほどのように、この A11 と A33 にマイナスをつけると、その行列式が AG のパーマネントに等しくって、つまり、この考えているグラフのパーマネント、だけじゃなくて完全マッチの総数がわかるということになります。で、それをやりたいと。AG っていうような、この行列があったら、その一部の成分をマイナスにして、パーマネント計算したい。パーマネント計算するというのは、つまり元のグラフの完全マッチの総数を求めたいということをやっていきます。それが今から行うことです。で、どうやるかってことは、今から手順をお見せするんですけども、これはちょっとややこしいです。やりたいのは、こういう格子の部分グラフ、あるいは格子があったときに、そこから行列を作って、行列の一部にマイナスをつける。これを今、符号付けということにします。で、目標は、パーマネントとデターミナントを等しくするんですけども、まあ、デターミナントは、まあ、これ符号付けの仕方によっては、すべての項の符号がプラスになるか、すべての項の符号がマイナスになるか、まあ、どちらかが得られるんですけども、まあ、絶対値で等しくなれば、まあ、十分でしょうということを考えます。先ほどの例だと、絶対値つけずに、すべての項の符号がプラスだったから、パーマネントとデターミナント等しいことになりましたけども、まあ、全部の符号がマイナスになっても、別にそこからパーマネントわかりますから、それでも良いということにしましょう。つまり、デターミナントの全ての項の符号を等しくすることを目標とします。そのようにこの符号付けを行うということをしたいということになります。で、符号付けっ
何を意味するかっていうと、これはですね、この辺に符号がついているというふうに思っても構わないわけです。先ほどですね、この AG っていう二部隣接行列を作ったんですけども、それは辺があれば1にするっていうふうに言ったんですね。で、それは考え方をもう少し一般化して、辺に重みがついていると思います。もう一つ、辺に符号がついている。プラス1とかマイナス1とか。で、プラス1っていう符号がついている辺だったら、この対応する成分を1にします。行列において。で、辺の符号がマイナス1だったら、対応する行列の成分をマイナス1にする。というふうにして、この符号がついた二部隣接行列っていうのを、符号がついた、辺に符号がついた、グラフから作るっていうことができるというふうに思ってください。つまり、行列の各成分に、符号をつけるというのが、グラフの辺に符号をつけることに対応しているというわけです。いいですか？今ですね、このプラス1とかマイナス1とかこれ今書いてるんですけども、これ書くの大変なんで、以後は、マイナスの部分はこうギザギザで書くことにします。で、プラスのところはそのまんま。ってことで、まあ、こういうふうに書いたら、なんかその符号がついてるんだと。ギザギザのところはマイナス1。ないところはプラス1だと。思ってください。いいですか？で、そうすると、どういうことなのかということを今から考えます。例えばですね、今、こうグラフが、今、この、あったら、辺に符号のついたグラフがあって、今その完全マッチングを持ってきます。1と1プライムが結ばれて、2プライムと3が結ばれて、2と3プライムが結ばれてるという、まあ、こういう完全マッチングですね。で、この完全マッチングは、その、1を1プライム、2を3プライム、2を3、あ、3を2プライムに移すっていうような置換に対応してるわけです。あ、もうこれ置換ポップと、矢印なわけですね。で、そうすると、この今、符号がついている、辺に符号がついているグラフなので、それは、その符号の付け方に対応する、この BG という符号が付けられた二部隣接行列において、この完全マッチングは、一つの項に対応するわけです。この行列式の。で、その行列式はどの項に対応するのかっていうと、この左上に書いた置換に対応する項になっています。で、そうすると、それはその、行列式の定義からどういう項になっているかっていうと、それはこの M という完全マッチに対応する置換ですね。左に書いたもの。これの符号をかける、この辺にで選ばれた辺に対応する BG という行列の成分の積です。積になります。で、それは、11プライムの積と、あ、11プライムの符号と、2プライム3の符号と、23プライムの符号の積になります。一つ一つの辺 E の符号のことを今後、このイプシロン E と書くことにします。イプシロン E は E の符号を表す。で、その M という集合に含まれる辺の符号の積のことを今後、その辺の集合 M としたら、イプシロン M と書くことにします。ですか？だから、イプシロン M というのは、この書き方をすると、M に含まれている辺 E の符号の積です。これ定義です。これ定義とします。で、もう一度言うと、この M に対応する行列式の項は、その M に対応する置換の符号と、この M の符号の積になるというのが、これは行列式の定義からわかります。あ、ちなみにこの M に対応する置換の符号っていうのを、違うな。M に対応する置換のことを、シグマ M ということにします。だから、この符号はサインシグマ M です。いいですか？で、先ほど言った通り、このディターミナントの項が、どの完全マッチングに対しても、符号が等しくなっていてほしいわけです。で、符号を見ると、この、あ、そうですね。符号が等しくなっていてほしいんですけども、これ計算すると、これはですね、これ1かマイナス1になります。これプラスマイナス1です。1かマイナス1になります。で、それには、この積の値でこれ全部これ決まるわけです。はい。それで、今見させていたのは、この行列式の項が全ての M に対して等しいということなので、等しくなるためには、この積が、
どの M に対しても等しくなくちゃいけません。ので、この下に書いてある式が、すべての完全マッチング M、M プライムに対して成り立っているってことを目指します。これが成り立っていてほしいことです。もう一回言うと、任意の完全マッチング M、M プライムに対して、上のこの式が表しているシグマ M の符号かけるイプシロン M と、シグマ M プライムの符号とイプシロン M プライム。その二つの式が必ず等しくなっていてほしい。で、これが成り立つように符号付けができれば、欲しかった結論が得られると。パーマネント AG がデターミナント BG の絶対値に等しくなるということになります。だからこれを目指します。いいですか？こうなるように符号付けを行いたい。どの二つの完全マッチングを持ってきても、これは成り立つようにしたい。ですか？で、そのためにどうするか。二つ、だから今から、完全マッチングを持ってきます。M と M プライムです。この左側が M。右側が M プライムだということです。これ一回ちょっと大きな更新になりましたけども、だと思っています。で、この二つの完全マッチングの符号の積を取ります。ですから符号の定義、これですね。ですか。符号っていうのは、その辺の符号の積ですね。で、それまた積を考えます。そうするとどうなるか。今この M と M プライムってこれは辺の集合です。辺の集合ですから、その二つの辺の集合に共通に使われている辺もあります。例えばこの左上の辺ですね。これ共通に使われてますね。で、一方で片方にしか含まれてない辺っていうのもあります。で、今この積において共通に含まれる辺を見てみると、それはこの積において2回出てきます。2回出てきますから、M と M プライムに共通する辺はこの積において2回出てくるので、これ2乗で出てきます。で、そうじゃない別の辺っていうのは、この対称差ですね。対称差にも、下にこれ定義が書いてありますけども、だからイメージ図を書くと、M と M プライムっていうのが、ただこの、片方にだけ含まれてるんですね。これが M と M プライムの対称差と言われているものですね。片方だけ含まれているものっていうのは、この積においては、その辺1回しか現れてませんから、1回だけ出現して書けられていると。こういう感じになります。だからこの等式になりいたします。ですね。で、そうすると、この2乗の部分に着目すると、イプシロン E っていうのは1かマイナス1ですから、この2乗したもの、これ必ず1になります。だから、この積から消えます。で、積から消えて、一番右の形が得られるわけです。つまり、2つの完全マッチング、M と M プライムの符号の積は、これは、もう少し書くと、同じ書き方すると、これ書けないな。これは、先ほどの書き方すると、これ、イプシロン M と M プライムの対称差と、ああいう感じで書けるわけです。まあ、こういうふうに書けるってことがわかります。で、じゃあ、この M と M プライムの対称差っていうのを実際これ図示してみると、どうなるかっていうと、こんな感じになります。こんな感じになります。その片方にしか使われてない辺だけを集めてきたってことですね。で、そうすると、これは、これ次のページあるかな。ありましたね。このバラバラの経路で、この対称差が構成されているということがわかります。なんでかっていうと、まあ、その M の辺青があったら、その隣には、必ず赤い辺があるわけです。これ完全マッチングですから。だから、青、赤ときたら、その赤の隣に必ず青がまたあります。完全マッチングですから。で、そうすると、この青、赤、青って順番にそうたどっていくと、まあ、経路が得られるとなります。で、そういうのがたくさんバラバラに存在していると。今、それを C1、C2、C3、C4 と、この図では4つあるから、そういうふうに名付けています。で、そうすると、先ほどの、今、この一番右の図が M と M プライムの、対称差ですけども、その対称差に現れている辺の符号の積というのは、この一つ一つの経路に現れる辺の符号の積として、まあ、書けるわけです。バラバラですか？いいですか？で、このですね、バラバラになっているのが重要で、なんで重要かっていうと、あ、そうか。で、その前に、今、このバラバラになっているっていうのは、これバラバラになってるんですね。これ、入れ子になっている可能性もあるので、注意してください。こんな感じですね。今、この左の
マッチングが M で、真ん中が M プライムだとすると、M と M プライムの対称差っていうのが、この右のようになって、この一つの経路の中にまた別の経路が含まれている。まあ、こんな感じになることはあり得ます。ただ、そのバラバラって言ってるのは、頂点とか辺を共有しないと言ってるだけで、この入れ子になっていることがあるので、これ注意してください。まあ、これは注意で。で、先ほどのですね、状況ですね。C1、C2、C3、C4 と分かれている。で、分かれているのを見ると、何が分かるかっていうと、例えばですね、今、この M っていう完全マッチングがあったんですけども、この C1 に沿って青と赤を入れ替えるっていう操作をしてあげます。そうすると、この M から別の完全マッチング、これ、例えば M1 と言います。M1 が得られます。この完全マッチングです。どの頂点見ても辺がちょうど1個だけ選ばれているという形になっています。で、次に、じゃあ今これ、今 C1 に沿って入れ替えたので、じゃあ次、C2 に沿って入れ替えましょうと。入れ替えます。これ入れ替えました。で、そうしてできたのは、これ今 M2 と入れましょうと。ここですね。入れ替えました。で、同じように、じゃあ次 C3 に沿って入れ替えましょうと。こうなります。入れ替えました。で、次、じゃあ C4 に沿って入れ替えましょうとやると、最終的に、この M プライムが得られるわけです。つまり、M から始めて、その C1 に沿って M1 を作り、C2 に沿って M2 を作り、C3 に沿って M3 を作り、C4 に沿ってっていうふうに、すべての、この経路に沿って入れ替えることをすると、M から M プライムが作られることになります。で、途中で得られているもの、これ全部、これも完全マッチになります。これ操作はいいですか？これで、何が嬉しいのかってことを今から言いますけども。そうすると、今ですね、その M から M1、これですね、M から M1 を作って、M2 を作って、M3 を作って、M プライムを作って、こういうことをその正テーブルに沿って入れ替えるってことをすることによってやったんですけども、これ途中のものも全部完全マッチングですから、その途中の完全マッチングにおいても、この符号と、あ、この符号の積ですね。符号の積っていうのは、初めのものとか全部等しくなっていってほしいわけです。で、この M と M1 に対して、M1 と M2 に対して、M2 と M3 に対して、M3 と M プライムに対して、この一つ一つの統合においては、マッチングの間にどんだけの差があるかっていうと、一つの経路に沿って入れ替えたっていう差しかないわけですね。つまり何を言いたいかっていうと、今はこの M と M プライムにおいて、符号の積が等しいってことを証明した、符号の積が等しくなるように向け付けしたかった。符号付けしたかったっていうふうに言ったんですけども、それは、経路を一つ入れ替えた M と M1 の間で符号の積が等しくって、経路を一つ入れ替えた M1 と M2 の間で符号の積が等しくってってことを順番に全てのところで成り立っていれば、最終的に M と M プライムで成り立つでしょう。ということを、この下の等式では言っていて、それさえ成り立てば、欲しかった、この M のにおける符号と M プライムにおける符号が等しいと言えることになります。つまり考えるべきなのは、一つの経路だけしか違いがない二つの完全マッチングにおいて、符号が等しくできますかということが言えればいいということになります。だから、証明したことがちょっと簡単になって、何かっていうと、何になったかっていうと、これですね、この一つの、経路に沿って入れ替えた二つの完全マッチングにおいて、符号の積が等しいことっていうことが証明できれば十分だったことになります。それが分かれば、この二つ目の部分も等しいし、三つ目の部分も等しいということが分かります。いいですか？で、そのために、今、ここの四角で囲った等式のところをもう少し見てみるんですけども、その辺に現れる、辺に現れる、あ、違う、編集部に現れる辺の符号の積を見てみるんですけども、M1 に現れている辺の符号の積っていうのを見るんですけども、M1 というのは M から C1 に現れている辺を入れ替えてできるもの。入れ替えるっていうのはこの対称差で書きます。ので、M1、まあこれ置き換えました。上の等式です。置き換えました。そうすると、まあこれは定義から M と C1 の対称差に現れる辺 E の符号の積になります。ここに2乗したものの積をかけても変わりません。
何かっていうと、二乗したものはこれ必ず1だからです。で、部署集合は M と C1 の共通部分に書いてます。そうすると、先ほどやったような、2、3ページ前でやった変形から、これは M の辺の符号と C1 の辺の符号の積になるということになりますね。でこれは、まあ、定義から M の符号かける C1 の符号になります。ですか。つまり、この M1 イコール M と C1 の、対称差っていう関係から、M1 の符号は M の符号をかける C1 の符号という関係式が得られます。で、成り立ってほしかったのはこの式です。それとサインをかけたものですね。で、これが成り立ってほしかったんだけども、今この変形から、このイプシロン M1 の部分は、イプシロン M かけるイプシロン C1 というふうに書き換えられるということが分かったので、このイプシロン M を消してしまうと、残りの式というのは、これですね。サインシグマ M イコールサインシグマ M1 イプシロン C1 ということになります。だからこれが成り立つようにうまく符号付けしたいという問題になりました。で、M と M1 は C1 分だとしては違わないというわけですね。で、これが成り立つようにうまくやっていきます。ちょっと早いかな。早いことは分かってるから、やっぱりそんなに急いではいけませんね。急いじゃいけないんで、休憩しましょうか。休憩しましょう。じゃあ2分休憩します。だから、目標はこれですね。これをやっていく。これを目指すように符号付けしたいということになります。じゃあ休憩します。2分しましょう。はい。では、再開します。ですね。目標は何かというと、この一つだけしか、一つの平方分しか差がない二つの完全マッチングに対して、この式を成り立たせるように符号付けしたいということですね。で、で、今じゃあ、この一つのその平方の差っていうのは、ここに現れていると、ちょっと今しましょう。まあ、これ、まあ、例でやっていきます。で、まあ、そこにはその赤い辺と青い辺が交互に現れていて、まあ、この M の方が青で、M1 の方がまあ赤だと思ってください。で、その二つの、完全マッチングに現れていて、今これ、頂点が I1 とか J1 プライムが今これ書いてありますけども、それを今、その状況の時間を図で書いたのが、この真ん中の図です。例えば、青い方は、I1 と J、青い方なので、I1 と J4 プライムですね。これです。
I1 と J4 プライムですね。で、I2 と J1 プライム、I2 と J1 プライム。I3 と J2 プライム、I3 と J2 プライム。で、I4 と J3 プライム。こんな感じですね。で、I1、I2、I3、I4 とか、J1、J2、J3、J4 っていうのが、どの順番に並んでるかわかんないので、まあ、今その順番もちょっと今バラバラにしてますけども、それはなんだろう。赤の方でも青の方でも、その、並び方は同じなわけです。例えばその、まあ、いいや。並び方は同じなわけです。で、それで今、これ符号を見てみると、符号っていうのは、これ置換の符号ですね。置換の符号はこの交点の数だから、青い方は1、2、3、4、5、これ5個あるわけですね。で、赤の方4個あります。だから、ここの場合、その偶数奇数は青と赤で異なるということになります。だから、この上から考えようとして、このサインが異なるわけですけども、ですね。異なるということがわかります。で、本来はですね、だから、この、なんで異なるのかってことをこれ考えたいんですけども、今この I1 とか I2、I3、I4 っていうのがどういう順番で並んでるかはわかんないので、ちょっとこれを順番を揃えてあげるような、置換っていうのを合成してあります。それが今ここに書いてあります。この今、シグマ2とシグマ1っていうのを、これ同じ置換ですね。同じ置換を、初めに、適用するのと最後に適用することをやることによって、この I1、I2、I3、I4 の並び方を、その I1、I2、I3、I4 の順番にしてあげます。下の方も J1、J2、J3、J4 の順番にしてあげます。で、そうすると、この青と赤のこの M と M1 に対応する置換っていうのはどのように書けるかっていうと、この合成においては、こんな感じで、綺麗になります。何かっていうと、I1 からJ4 プライム、I1 から J4 プライム、I2 から J1 プライム、I2 から J1 プライム。こんな感じで綺麗になります。青と赤が。で、そうするとこれ綺麗になってて、赤の方は、これ高等置換ですね。I1 が J1、I2 が J4。こんな感じで綺麗になっています。で、こうなってると、これ置換の符号も数えやすくって、これ高点数こっち3、赤の方0って感じになってるので、この、合成を、シグマ1、シグマ2との合成を考えてあげることによって、で今ですね、この例においては、この合成したものの置換の符号と同士は、違うものになる、マイナスですね。なるということがわかります。で、初めの方にあった置換の合成に関する符号の性質から、この積は外に出せて、こんな感じになりますね。でそうすると、左辺、右辺で、このサイン、シグマ1とかサインシグマ2これ共通してますから、それを消すことによって、サインシグマ M とサインシグマ M1 が違うということがわかります。これは一般的に言えます。で、これなんで言えるかっていうと、この綺麗にした後が、赤の方は、この高等置換にこれ必ずできるんですけども、青の方は、これ何で、この、交点の数決めるかっていうと、これ要素の数で決まります。これもしこれ、この考えている経路の頂点数がこれ10だったら、これ上に5個、下に5個並ぶような置換で、まあ、こんな感じになるわけです。最終的に得られる置換が。でそうすると、これ交点数4になりますから、その場合は、この2つの置換の符号が同じになります。ということはこれ一般的にできます。だから今、この置換の符号が異なるのは、この経路の長さが8だからです。8だからこうなります。で、今言ったみたいに、経路の長さが10とかだったら、これは、符号は同じになるということが言えます。同じような考察をすることによって言えます。なんでかっていうと、このシグマ1とシグマ2をつなげることによって、I1 から I5 が順番に並んでいて、J1 から J5 が順番に並んでいるというふうに仮定して良いということは、いうことが分かるからです。で問題ないかっていうと、これ、この経路っていうのは、この全体のグラフの一部なんですね。一部ですから、一部だけ取り出してきて、この符号の議論をしていいのかどうか。本来はもっと別の、この線がですね、ここら辺にこうあったりして、もっとたくさん交わってる可能性あるわけです。だけども、だからこんな感じになってるかもしれないですね。その一部として、この青い部分とか赤い部分がこうあるというふうになってるかもしれないわけです。でもこれもですね、この上と下にうまく、このシグマ1とかシグマ1っていう、置換をつけてあげることによって、この青に関わる部分
とか赤に関わる部分っていうのを右に全部寄せることができます。で、寄せてしまうと、この他の余っている部分は、これ同じ時間になるので、この青の部分と赤の部分の符号だけを比べることによって、全体の符号がどうなっているのかとか分かるということになります。ので、まあ、先ほどの考察っていうのは、一般性を失ってないということになります。つまりですね、今何を言ったかというと、この場合はですね、この経路の長さが8だったから、この2つの、時間の符号が異なるようになるということが言えるんだけども、これ8じゃなくて、10とか6だったら、先ほど言ったみたいに符号同じになりますし、8、10だから次12です。12の場合にはまた符号が良くなるっていうふうに、それはこの青の方にいくつ要素が出てきているのかということで、交点の数が変わるから、こういうふうにマイナスプラス、マイナスプラスって形で符号が変わるってことがわかります。わかります。で、これによって、このシグマ M とシグマ M1 のサインの関係がわかることになります。これ一つ重要です。で、ここまでのまとめというと、その C1 という経路の長さですね。C1 っていうのはこれですね。この経路の長さが、を4で割った時の余りが2だったら、このシグマ M の、サインっていうのが、シグマ M1 のサインと等しくなって、4で割った時の余りが0だったら、符号逆になります。で、これによって、成り立たせたかった式の、このサインの部分の関係が分かりましたということが言えます。で、あとはですね、この後ろのですね、このイプシロン C1、これがどうなのかってことを今考えたいってことをやります。難しいですね。あんまり急がない方がいいのかな。ちょっと今どこまでやろうかってことを今考えてるんですけども、途中までしかもうできないことが分かってるので、あんまり無理して進まない。じゃあ無理して進まないんだったら、ここでやめた方がいいですね。ここまでなんか分かんなかったことは、じゃあ質問を聞きましょうか。その方がいいですね。その方がいいと思うんで、ここまでで一応、割と話が終わってるんで、ここまでで分かんないことがあったら、聞きましょうかね、質問を。あとはこの、イプシロン CG がどうなのかってことを考えていくんですけども、まあ、ここはちょっと全然、あと5分で全然終わんないんで、来週でやることにして、ここまででじゃあ分かんないことを今から聞きます。早すぎて全然分かんないっていうのは、もうおっしゃる通りだと思うんですけども、その中でも今聞いておくといいかなと思うことなんかあれば、最後の説明は、この結論ですね。この結論を、どのように得たかっていうことの説明ですね。で、そのためにその交点の数を数えたんですけども、この交点の数を数えるために、そのシグマ2とシグマ1っていうのを上と下にくっつけて、上と下にくっつけて、その交点の数を見やすい形にして数えましたということをやったと思ってください。もちろんこの元のところでですね、数えてもいいんだけども、そうすると一般論出しにくいので、一般論としては、このどんな青と赤の部分があっても、上にこのシグマ1とシグマ1をうまくくっつけてあげると、この I1 から I4、J1 から J4 という並びで揃えられるので、そうすると、この名前の付け方もこの I1、J1 プライム、I2、J2 プライム、I3、J3 プライム、I4、J4 プライムっていうふうに、経路に沿ってこれ、名前つけているので、そこから、この青い方は必ずこういう形になって、赤い方は必ず縦に並ぶということが、この作り方から、名前の付け方からわかります。で、交点の数が偶数が奇数かってことは必ず、この経路の長さでわかるという形になります。ってことをやりました。いいでしょうか。で、後の流れは何かっていうと、
今、ここにその新1の長さを4で割った余りが2か0かってことで、この符号のサインが、符号のサインっていうか、非常にいいですね。時間の符号が 決まるってことを言ったんですけど、実は同じ条件を用いて、このイプシロン C1 も決まるってことを来週やります。で、それによって、うまく符号付けができるって話をしていくんですけども、あとの時間とか全然できないので、これ来週やります。だから、ここまでの流れは、ちょっと、まあ、覚えてなくてもいいんだけども、この結論だけは重要です。結論だけは、とりあえず次回使うので、今までの流れも重要なんですけども、まあ、そういう形で、ここまでの話が得られていると思ってください。次回やるのは、このイプシロン C1 をうまく決めるっていう、イプシロン C1 がどういう性質を満たすのかってことを議論して、そこからうまい符号付けを得るということをやって、実際に、格子の完全マッチの総数を、行列式を使って計算するっていう話を前半にやります。で、後半もまたその行列式の違う使い方の話をしていこうと思います。はい。じゃあ、あと4分ぐらいになりましたので、じゃあ今日はこれで終わりにして、来週また続きをやります。できない演習問題は、まだこれあとたくさんあるので、今週やってほしい演習問題を後でピックアップしますので、それに従って、レポート提出する人、演習問題をやる人はやってください。